どうもモルカです。ここは木次線の亀岳駅。木次線は島根県の日本海側新地から内陸へ入り、芸備線の接続駅となる広島県の備後落合まで結ぶ JR 西日本屈指の超赤字ローカル線。この亀岳駅は島根県の山間部にある無人駅です。新地から出た木次線は途中の木次、出雲横田で本数がどんどん減っていき、県境区間となる出雲横田から備後落合の区間は普通列車が1日3本しかなく、定期利用者もほとんどいない、残っているのが奇跡とも言えるような路線です。今回は亀岳から出雲横田、備後落合方面へ行きます。亀岳からの時刻表も見てみましょう。ここを発着する列車は出雲横田方面が1日7本、木次新地方面が1日10本です。これから12時47分発普通列車備後落合行きに乗車。1日3本しかない木次線の終点備後落合まで行ける貴重な列車です。亀岳は木次線の道中にある小さな無人駅ですが、ここには名物があります。亀岳の手打ちそばです。駅舎内にはそば屋があり、ここでは奥出雲そばを食べることができます。まだ列車の時間まで1時間半程度あるので、私もここで名物をいただくことにしました。3段に重なったそばにつゆをかけていただく。雰囲気も相まってとても美味しいです。到着数時間前までに予約すれば、木次線の列車内でそばを受け取ることも可能です。ぜひ木次線に乗った際には利用してみてはいかがでしょうか。話を本題に戻し、撮影日は2月。木次線は冬の期間、面白いことが起こることがあります。2023年はそれが発生している年ですので、出雲横田に着いてから確認していきましょう。木次線の備後落合行きがやってきました。列車は亀岳の次の駅、出雲横田に到着。出雲横田まではまだ 2,3 時間に1本程度の列車が確保されていますが、出雲横田から先は木次線の最加速区間、1日3往復しかありません。この列車は備後落合行きですので、通常ならばこの先、夜川出雲坂根方面備後落合まで運行します。しかし備後落合まで行きたいのに列車から降ろされてしまいました。では種明かしをします。木次線の出雲横田備後落合間は冬季は積雪量が多く、まともに列車の運行がされません。今年の2022から2023にかけては12月下旬からもうすでに2ヶ月以上この区間鉄道での運行がされていないのです。そしておそらく3月下旬頃まで運休は続きます。積雪量が少ないと運休にならない年もありますが、基本的に冬場は運休します。そして冬場に列車がしばらく運行しないこと、鉄道ファンの間では冬眠と呼んでいます。まさに冬眠という言葉が似合いますね。そして撮影日も残念ながらまだ除雪作業が行われていないということで、出雲横田から先は列車は運休。しかし親切なことに代行輸送はあります。そのため備後落合にたどり着くことはできます。駅前に代行輸送が停車中でした。こちらが木次線普通備後落合行き、これに乗って終点の備後落合を目指します。乗客が少ないのでジャンボタクシーによる運転。
キスキ線の冬眠は18切符シーズンに被ることもよくあるので、その時は路線バスタイプになるみたいです。乗客は私を含めて2人で13時11分時刻通りに出雲横田を発車します。
ジャンボタクシーは14時30分に終点のビンゴ落合に到着。列車の時刻は14時33分着なので、列車よりも少し早い到着となりました。乗客も私の他に鉄道ファンと思われる1名の合計2名で、出雲横田からビンゴ落合まで行きました。乗客が少ないこともそうですが、多いとは言えない積雪を除雪することすらせずに、代行輸送による運行を続けるあたりからも、木次線の厳しさを実感しました。ホームには芸備線の普通列車三好行きが停車中。芸備線は冬眠することはなく、通年で鉄道による運行を続けています。代行輸送は三段スイッチバックなどの鉄道の見どころを体験することはできませんが、出雲坂根や三井の原で時間調整があり、道中の駅をじっくり堪能することができるので、これはこれでありだと感じました。ご視聴ありがとうございました。